フォーオール・マンカインドは2019年から配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。1960年代の宇宙開発競争が終わらなかった世界を舞台に奮闘する人々を描く。ヨエル・キナマン、マイケル・ドーマン、レン・シュミットらが出演した。第一シーズンは2019年11月1日から Apple TV のローンチタイトルとして全世界に配信された。 本作は第2シーズンへの更新が決定している。1960年代後半の宇宙開発競争の結果、NASA は初の有人月面探査を行い成功を収めたが、本作ではもし宇宙開発競争が終わらなかったら、という設定のもと宇宙開発に携わる人々を描く。ソ連の宇宙飛行士、アレクセイ・レオノフが人類初の月面着陸を果たす。 この結果、NASA の指揮を壊滅させるも、アメリカの努力に拍車をかけることになる。ソ連がその後の月面着陸に女性を含めることで、多様性を強調したため、アメリカは、この数十年間の宇宙開発からほとんど排除、されていた女性やマイノリティを訓練することを、余儀なくされる。フォー All m a n k のキャスト、ジョーダン左からヨエル・キナマン、マイケル・ドーマン、レン・シュミット、サラ・ジョーンズ、 シャンテル・バンサンテン、ジョディ・バルフォー。この番組のアイデアは、ロナルド・ディ・ムーアが元 NASA の宇宙飛行士、ギャレット・ライズマンとのランチ中に、ソビエトがアメリカよりも先に月に到達していたらという、可能性について話したことから生まれたという。2017年12月15日、アップルは本作の制作を発表した。撮影は2018年8月に、 カリフォルニア州ロサンゼルスで開始され、2019年3月に終了した。本作は批評家から好意的な評価を受けている。第1シーズンは批評集積サイトの6点とまとずに50件のレビューがあり、批評家支持率は73%、平均点は10点満点で6.91点となっている。また、メトクリティックには22件のレビューがあり、過重平均値は65。 100となっている。ありがとうございます。